ジッピットチャンネル始まりました。ケントでーす。お疲れです。今日はですね、グラミー東京っていうイベントをやってるんですけど、まあ、そこでも一緒にチームとしてやってもらってるツカにゲストで出ていただきます。ツカです。25歳です。政治人は FTX になります。活動名シャッツツカっていうことで、ドイツとアイルランドと日本の血が入ってるんですけど、まあ、青森出身っていうことでちょっと情報量が多いなんか青森こうなってるじゃん。あ、そうそうそう、こうですね。こうなってるじゃん。っていうとここなんですよね。あ、ここもう岬の方だ。そう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 、海が面してて。はいはいはい。米軍でいう海軍とかがいる場所なので。はい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 。でお父さんは米軍の人。はい。お父さんは海軍でした。元。あ、元海軍。元海軍で。そんでおめでたいお話が、はい、ご結婚とご解任ということで、今何ヶ月？今もう7ヶ月になっちゃいました。7ヶ月か。おめでとうございます。何があった？いやね、自分もびっくりなんですけど、ね、会った時とかって全然まあ違う人と付き合ってたりとか、まあ、女の子と付き合ってたりとかして、うんうんうん、自分でも結婚するって思ってないし、うん、出産もすると思ってないんですよ、うん、X ジェンダーの他に、うん、パンロマンティック、うんうん、っていう、まあ、恋愛にその性別関係ないよっていう考えの持ち主で、うん、まあ、そんな感じだけど大丈夫ですかっていう話を、まあ、親戚とかのその兼ね合いもあるから大丈夫ですよっていうことで、うん、なんかあ頭が柔らかいよね、その考え ね。そう。でも多分その一緒にいていつも思うんだけど、しか自身も頭柔らかいとか、やっぱりね、変わってるなと思うの、いい意味で。ありがたいですね。ぶっ飛んでるなっていつも思うんだけど、ぶっ飛んでるよね。ぶっ飛んでるかな、なんか。ぶっ飛んでると思う。最近自信なくなりますけどね、自分本当にぶっ飛んでるのかな。ぶっ飛んでる、大丈夫、大丈夫、大丈夫。なんかそこの自信の、そこで自信なくなる感じがぶっ飛んでるからね、もうね。アイデンティティって年とともに喪失してない？いや、してない、してない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。もうなんか、ルックスからダダ漏れてるから大丈夫。よかった。大丈夫。自信持っていきます。なんかそこで自信なくなる時点でやっぱぶっ飛んでるなと思う。X ジェンダーってちょっと簡単にこう説明すると、あ、まあ、簡単に言うと、まあ、身体は男か女かで絶対生まれてくるんですけど、うん、でも気持ちはその男とか女とか関係ない中間の、うん、性別っていうのがまあ X ジェンダーになってくるんです。あのノンバイナリーってよくこう宇多田ヒカルさんがカミングアウトしたでしょ、うん、まあ、近いものはあるっていう感じ、ね、そうですね。その塚自身はどうなの？自分不定性って、まあ、定まってない性って書いて不定性なんですけど、はいはい、それまあイメージ的にこっち男だとしてこっち女だとしてバロメーターみたいな感じになってるんですよ、はいはいはい、スライダーみたいで、その、うん、当日の私がここにいるとしたら、うん、スライダー式に男と女の割合が変わる。はい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 。これが自分の不定性。ね、こう X ジェンダー話すときにさ、今までの本当に男女二元論だとちょっともう視点が違うじゃない。はい、そうなんですよ、ね。それだともう苦しくなっちゃうよね、説明すると。まあ残念だ。それだけで来ると思うね。いや、仕方ないですよ。今までの文化的にやっぱ、うん、男の人のそのホルモンの関係もあるから、うん、メンズ的なこういう特徴、うん、女性的なこういう特徴、うん、文化っていうので、まあ、お話いただいたりするんですけど、うん、だからまあ女性らしくて可愛いねとか言って、自分はあまりそこに抵抗はないんですけど、うん、まあ、なんか、あー、それ地雷だぞ結構。そうだよね。そうなんだよね。内心。ちょっとなかなか理解されづらいところない？されないですね。やっぱ服装、ね、分かりやすいもので判断するから、うん、みんな、うん、だから結構 X ジェンダーのもともと女の子だったりする子は分かりやすく男の子っぽくしてみたりとか、うん、多いですよね。まあそうだよね。で、FTX って気づいたこうきっかけって、なんか幼少期の時にそもそもおかしいなって5歳くらいに思ったことが一つあって、うん、男の子は絶対女の子と付き合って、女の子は男の子のこと絶対好きになるみたいな、うんうんうん、ここの男女間しかこういう気持ちないのって思ったのはまず最初、うん、違和感としてはずっとあって、でもだからといってそこでじゃあ自分が FTX やとは思わないね。うんうん、そうね。まあ、そこからだいぶ時間は経っちゃって経っちゃって、で次大学にまでも持ち越しちゃうんですけど、うん、大学の時に経営学科の人事、うん、ヒューマンリソースのゼミに入ったんですね、うんうんうん、その時によくジェンダー差別とか、はい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 、雇用問題の話とか、うんうん、
が課題にされてるゼミだったんですけど、うん、そしたら、あ、そのマイノリティもたくさん種類があって、うん、で、Xジェンダーってあるんだ、うんうん、で、それを調べてったら、あ、これ該当するなって思って、そこで初めて気づいたって感じ。一番最初の方に結婚するつもりもなかったし、はい、まさか出産なんてと思ってたわけじゃない、うんうん、実際子供を授かってさ、どう、はい、なんかその変化ってきっかけとかさ、なんかそういう、うんうん、自分の中の変化とかってあった？いや、もともとそれこそ 1,2 年前はレジスタンス精神というかちょっと反抗心強い時期があって、うん、まあ男性の役割、女性の役割っていうものにすごい敏感だったんですね。そんなのにハマりたくないっていう感じがあったから、うん、まあ結婚とかもあまり考えてなかったんですけど、なるほどね。まあでも実際今のパートナーとお付き合いして話してる中で、うん、あ、結局なんかそう思ってたのも自分自身で差別してたんだなって気づかされて、はい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 、でその中で、まあ、家族作りたいって言ってくれるのもなんだかんだ嬉しいことだなって、家庭築きたいって言ってくれるの嬉しいことで、うん、なんか妊娠してみてもう苦しいものばっかりなんだろうなとか、うん、世の中の情報とかって、まあ、うん、妊娠したらパートナーが浮気しちゃうとか、うん、あとはなんか、まあ、その時つわりが苦しいよとか、うん、前情報いっぱいあるけど、うん、でも妊娠できることってこの状態だからできるんだっていうのをすごい思い知らされて、貴重な経験したなって全然後悔ないです。苦しさと相反して、うん、愛おしさも出てくるんです。ああ、もうあ出るんだ。いや、もうなんかその苦しい状態、逆に座ってるってことは順調に育ってるってことなので、うん、そうだよね。もう愛おしくてたまんなくて、自分魔女なのかな。違うでしょ。違う。あれみたいな。違う。苦しさに対して愛おしさがあるわけじゃないでしょ。はい、ということで今日は塚にゲストで来ていただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。なんかあの活動報告じゃないですけど、はい、ね、いろんなことやってて面白いんですよ。 G ツアーっていう11月27日にアゲハでやられるイベントのダンスコンテンツとかな、うん、そちらの方エントリーさせていただきます、うん、はい、あの塚の SNS もインスタ、ツイッター、TikTok も貼り付けておきますので、はい、ぜひフォローしてください。フォローしてください。そちらの方で活動の方もご報告させていただきます。はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。でももうルックス的に日本じゃないよねって言ってもらえると嬉しいですけどね。いやいやいや、本当に本当に日本じゃないよね。よかった。なんかでもよかったな。昔嫌だったんだけど、最近はね、言われるとちょっとあ、なんかアイデンティティ保たれてる感じしてる。